ただいまご紹介いただきました、ひろきでございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。最初の挨拶でですね、生命の方から、すごいタイミングでの、セミナーの、開催になりましたとご挨拶させていただきましたけど、その通りでございまして、というのは、今週、衆院が解散されまして、これから衆院選に突入していくわけですけれども、過去のね、この解散から総選挙までってずっと株高なんですよね。これ、1969年の解散、衆院の解散総選挙のところから直近では2017年のところまで、16回、これ16連勝ってことですからね、これずっと上がってると。解散から総選挙までは株高ということなので、本当にね、これ測ったように相場の方も上向いてきて、昨日もまた大きく上昇ということになってまいりました。ただ僕はですね、当初はこのアノマリー、今年というか今回は通用しないんじゃないかなって一時思ってたところもあったんですね。というのはやっぱりその岸田さんの経済政策ってあんまりこうマーケットフレンドリーじゃないと。だからこそ、その岸田さんが自民党の総裁選で選ばれた時から相場下がり始めちゃって、これ8日連続安って12年ぶりの下落になったりもしたわけです。で、そのやっぱり中でもですね、一番その評判悪かったのは、その金融所得課税の議論がずっと出てて、結局その1億円の壁というもの、その格差を是正したいということだったわけですけれども、これがですね、やっぱり非常に評判が悪くて、僕もこれは、前々週の週末に書いたレポートなんですけれども、金融所得課税の議論はね、本当にその今から本当に進めなきゃいけない貯蓄から投資家の流れを阻害するんだと、もう断固反対であるとこう言ったらですね、その週末にテレビ番組、フジテレビのテレビで、いや、もう当面これには触れないと明言されたんですよね。僕の声が届いたんじゃないかと思ってますけれども、やっぱり岸田さん評判通りですね、話をよく聞いてくれる人だったっていうことなんですね。で、これ意外に実は重要で、野党からはですね、コロコロその態度を変えると、格差是正って言ってて、金融所得課税って言ってたのに、もう引っ込めんのかっていう、そういうその優柔不断ぶりを批判とかされてますけれども、ただやっぱり市場の声を聞く人、あるいは市場に配慮する政権だっていうのが分かっただけでも、これはすごいプラスですよね。少なくともそういうことを進言してくれるスタッフが周りにいたんだと思います。で、それをちゃんと聞き入れて、すぐ軌道修正してくるっていうのは、これはですね、非常にいい話だろうと、逆に良かったかなと思ってるんですけれども、もうこれ先送りして、結局その言ってたこともですね、あれだけ分配分配って言って、分配なくして成長なしって言ってたのが、今度成長なくして分配なしですからね。もうなんか本当にその首相のブレを批判するっていう、野党のですね、態度もわからなくはないんですけれども、でもこれで、成長を目指すと。それから、増税をしないと。消費税についてはもう10年上げないとかって言ってるわけですから、勢い、結局財政を出していくということでしょう。ただ、これは非常にばらまき批判ということがいろいろ出てたりとか、財務省の事務次官がこうね、このままじゃ日本の財政は破綻してしまうみたいなことを、書いたら、これがもうその政治家の間で、永田町でもう大騒ぎになってまして、言わんとすることは少しはわかるんですが、財政破綻っていうのはちょっと、それは置いとくとしてですね。ただ、彼らが言うように、もうお金が要は今あり余っちゃってるわけだから、これをなんとかこう有効活用しないと、こう本当の成長戦略っていうのは出てこないと。で、令和版所得倍増計画なんてね、おっしゃってますけども、これ倍になんかならないんですよね。
これも皆さんこういろいろ金融のことを勉強されてるからよくご存知だと思いますけど、元本が倍になるにはですね、 7% の複利運用で10年かかるわけです。で、今の日本の成長率なんて今日も日経新聞の一面トップに出てたのは、30年間所得が横ばいですと、増えてませんと、まあ、要は国民所得もうずっと増えないままなんですよね。だからもう成長してないわけです。まあ、国民所得イコール GDP みたいな、まあ、ニアリーイコールみたいな発想ですけど、要は国の成長力がもう限りなくゼロに近いわけですから、これは国民所得が増えるわけがないと。で、仮にですよ、仮に 0.7% で成長できたとしても100年かかるわけですね、元本が倍になるには。ということは岸田さんは今これ第100代の首相ですけれども、伊藤博文初代内閣総理大臣から数えてちょうど大体今130年ぐらいなんですね。そうすると130年で100人だから、やっぱり首相1人1点数年ですよね。要は1年半も持たないわけですから、そうするとやっぱり毎年首相が変わるっていうようなね、イメージ通りなんですね、長期で見ても。そうするとこれ 0.7% 成長で所得が倍になるには100年かかるわけだから、今岸田さん100代目から数えてあと100人ぐらい日本の首相が交代した100年後ぐらいに倍になるっていう、まあ、そんなようなイメージなので、まあ無理でしょう。だからまあ要はそもそも令和の所得倍増計画なんてぶち上げたけど、もう土台無理なので、まあとりあえずその金融所得課税でお金持ち優遇をやめますみたいな、そういうちょっと言ってみればデモンストレーションというかガス抜きみたいな、ね、まあ、そういうような発想だったのかなっていう気がするんですが、ただまあ取りやめたのはいいんだけど、これでとどめちゃったらダメだよっていうのはですね、まあ、この間モーニングサテライトに出て言ってきたことなんですけれども、結局なんで格差が拡大しちゃうかっていうと、これはトマ・ピケティ21世紀の資本、まあ、大ベストセラーになったわけですが、ここでピケティが主張した通り、R っていうのはこれ資本のリターンなんですね。 G っていうのはグロース成長率、経済成長率です。資本のリターンがですね、常に経済成長率を上回るんだと。だから資本をたくさん持ってる人っていうのはやっぱりその方がどん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 豊かになってしまって、経済成長って GDP 成長率にね、まあ、順次でこう成長していくしかない人、つまりさっき見たようにお給料なんか全然伸びてないわけです。それは国が GDP が成長しないからなんですけれども、との格差がどん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 こう開いてしまうと。だから金融所得課税っていうのはこの高い R を低めようってことなんですが、まあ、そんなことやってもですね、何の意味もないと。これね、まあ、実際のところ見るとさっきの R が G より大きいっていうのはですね、例えばこれ見てみると過去10年間ですが、日本の GDP って全く増えてませんけれども、株価の方が3倍になっているわけですね。まあ、これが要は資本のリターンが経済成長よりもいつも高いというような話なんですけど、でこの高い R を低くしてやったところでですね、こんなの何の意味もないわけです。今回の岸田さんは新自由主義との決別と、要はネオリベラリズムっていうんですけども、小泉政権以来の新自由主義との決別すると、まあ、おっしゃってますが、これ元祖新自由主義者って言ったらですね、マーガレット・サッチャーなんですね、イギリスの。規制改革どん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 進めて、外資とかもどんどん呼び込んでね、まあ、そのおかげでウィンブルドン現象っていうのが起きちゃったわけですが、要はイギリスの、まあ、シティですね、イギリスの金融マーケットを見ると昔ながらのイギリスの名門のマーチャントバンクなんかどん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 こう駆逐されちゃって、やっぱり AK の、ゴールドマンサックスとかドイツ銀行だとか、まあ、そういうようなところばっかりにこう席巻されてしまったと。だからウィンブルドンって全英オープンだけど、全然イギリスの選手が勝てなくて、勝つのはフェデラーだとかですね、まあ、そういう外国人の選手ばっかりに、ね、なっているというのを、まあ、ウィンブルドン現象と。
言われたわけですけれど、まあ、そういう中でつまりサッチャーが取ったその新自由主義の政策っていうのはもう自由競争、規制緩和でみんなが自由競争して、それはもう勝てるものが勝っていけっていう、ね、当然勝ち組と負け組を生むわけですけれども、当然批判がイギリスも出たわけです。で、その時にサッチャーが言ったのは、金持ちを貧乏にしても貧乏人は金持ちになるわけじゃないだろうっていう、まさにそうなんですよね。だからこういう金融所得課税みたいなもので、その富裕層との格差を是正しようっていうことじゃなくて、どうしたらですね、その一般の大衆の給料が増えるかっていうのをもっと真剣に考えるべきだと。その時に僕が言ったのは、じゃあ資本のリターンが常に高いんだったら、それをもっと利用したらいいじゃないですかというような話を言ったわけです。結局金融所得課税って株式投資のキャピタルゲインとか配当とかに課税してんじゃなくって、それじゃまるで株式投資やってるのはお金持ちのものみたいな話、発想だろうと。そうじゃなくて、今すごくこう若い人たちが、株主が、若年層がどんどん増えてるわけですよね。おかげさまでマネックス証券の口座数もですね、増えてきてます。で、こういう若い層ってやっぱりバブル崩壊の痛手とかないので、本当にその相場が底打ってこう戻ってきているところ、まあ途中リーマンとかあったかもしれませんけれども、今何しろ株価も3万円超えてですね、30年ぶりの高値に来てるわけですから、でこういう人たちがちょうどその例えばNISAだとかイデコだとか、そういう制度面の支援も得てですね、資産運用に乗り出してるわけです。でもまだまだ全然そういうその資産運用っていうのは日本に根付いてない。だからこれをもっと制度を拡充したり、使い勝手を良くしたり、もっと利便性を高めるなりしてですね、今日本のその個人金融資産2000兆円ですけど、うち半分が預金、1000兆円がもう金利のつかない預金口座にそのまま眠って、もうこれは死に金だと。で、これこういう眠ったまんまのお金をもう有効活用するって、世の中の経済を回していく、それが本当の成長戦略だろうと。そのためにはやっぱりもっと一般に資産運用ってものを普及させるべきだろうと。そうすると老後の不安なんかもね、老後の一時2000万円問題とかありましたけども、そういう不安も解消して、そこからなんですよ本当は。分配政策で給付金を配ったり、あるいは給料を上げるとか、そういうことをなかったらですね、全部その増えた分のお金、もらった分の給付金、そのまま預金に積み上がるだけですね。なのでそういうその順番が違うんじゃないですかみたいなことをですね、まあ、ちょっと申し立てで申し上げてきました。さて、まあここからは今の、ね、今後の投資環境を点検していくと、やっぱりリスクがすごく多い、まあ、どこにどういうリスクがあるのか、まあ、これをやっぱり把握するっていうのが、まあ、資産運用の投資の極意で、まあ、基本的にその株価っていうのは上がっていくわけだから、あんまりその基本は長期バイアンドホールドでいいわけです。ただまあよくほったらかし運用なんて言いますけども、ほったらかせるもんならほったらかしときゃいいんだけど、人間っていうのは弱いから、そんなことができないわけですよね。で、その結構そのニュースだとか、いろんなメディアの報道に右往左往して、変なところで降りてみたりするというので、結局本来得ていたであろう、利益が取れなかったりとかですね、あるいはもう急落にあって慌ててみたりとかするわけで、基本的にはバイアンドホールドでいいんだけど、やっぱりそれっていうのは常にいろんなリスクがどこにどういうのがあるのかっていうのを全部頭に入れてバイアンドホールドで走っていくっていう、これが一番ポイントだろうと思います。まず政治リスクなんですけども、まあ岸田さんが金融所得課税の議論を引っ込めて、とりあえず市場の声に耳を傾けてくれたところはポジティブだったと。で、ここからまあ衆院選で、まあ解散衆院選は株高っていう、これまでの経験則通り、おそらく強い相場で、まあ年末まで行くでしょうと、いうことは、いいんですけれど、じゃあ、この政権の他の政治リスクは何ですかっていうと、やっぱりこの政権の本質的なところは全然見えてこないということなんですよね。例えば新しい資本主義というのを進めていくっていうんですが、一体それがどういうものになるのかっていうことです。で、
こんだけ分配分配と言っていたわけですね、一時は。まあ、今も言ってますけれども、まあ、そうなるとそのアメリカのバーニー・サンダースみたいな、民主社会主義みたいなね、本当にそういうようなところに突き進んじゃうのかっていう気もしますし、一方、経済安全保障なんて言い始めてますよね。今、米中のいろんな経済戦争がある中で、日本もですね、まあ、特にその半導体の国内回帰であるとか、まあ、そういう政策はやっぱりその国が主導してやるっていうのが、まあ、ありありと出てます。まあ、何しろ、まあ、今回の岸田内閣っていうのは、もう経産省が、なんていうんですかね、主要なポストに配置されて、まあ、要は経産省内閣なんですよね、これは。甘利さんがそうだからですけれども、それから甘利さんの、まあ、側近みたいな山際さんとか、それからと首相の秘書官の島田さんとか、これ元経産次官ですけれども、それから、まあ、あとずっとその岸田さんの総裁選の温度を取ってきた今井さんとかね、これ前の安倍さんの時の、秘書官ですけども、まあ、この辺はもう経産、全部経産省なんですね。だから、まあ、今回のその、政策っていうのも、本当にその、まあ、まず原発は再稼働ですよね。この辺はもう原発村の人ですから、まあ、そういうエネルギー政策にしろ、もろもろそのいろんな経済の安全保障という名のもとに、官僚がね、もう一回その仕切っていくっていうような、これは下手をすると中国がやっている国家資本主義みたいな、そういうようなものになってしまうんじゃないかなっていう恐れももちろんあるわけです。で、そこで、まあ、今回、昨日ですか、新しい資本主義を議論する会議のメンバーが発表されて、これ見たらね、渋沢健さんとかね、入ってる、日本の資本主義の父と言われた渋沢栄一の記者後ですけど、孫の孫ってことですが、まあ、渋沢健さんはじめ結構ね、そうそうたる顔ぶれなんですよ。だから僕はもうこういうメンバーによる議論にね、すごく実は大いに期待していて、やっぱり日本のこの新しい資本主義っていうものが間違った方向に進まないように持っていってほしいなっていう気はします。やっぱり今回その外国人がその最初強烈に売り越したのは、その金融所得課税って僕は言いましたけど、やっぱりそれだけじゃなくて、まあ、今回その首相 の所信表明演説の中で規制改革って言葉が一回も使われなかったっていうのは結構話題になったと。菅さんの時は16回出てきたのが今回は一回もなかったって。だからその規制改革っていう目がね、後退してしまうんじゃないかっていうのがあったわけですね。やっぱりこれ規制改革っていうのは、その役人が持っている権限を緩めるっていうのは、まあ、これがそのことなんで、要は自由競争ってことですからね。でもこれ多分真逆の方向を志向しているような感じがするんで、そこがですね、ちょっとやっぱりマーケット的には嫌だろうということです。それから、まあ、所信表明演説の中で、まあ、要は全てのステークホルダーに配慮するみたいな、三方よしみたいなことをいきなり言い始めて、まあ、結局それってアメリカのビジネスラウンドテーブル、まあ、経済団体が2年ぐらい前ですかね、もうその株主市場主義っていうのをやめようと。つまりあまりに株主市場主義でやってきたから、もう格差がもうこんなに生まれちゃって、もう持続可能な社会じゃなくなってきてるんだと。なので株主だけじゃなくて、従業員とか地域社会とか、もうそういう取引先とか、もうありとあらゆるステークホルダー、シェアホルダーじゃなくて、ステークホルダー重視の経営をしますという宣言をアメリカの経済団体がしたんですよね。だけど、実際できてるかって全然できてないんですよ。むしろそこからその経営者の報酬とかも全然増える一方だし、全く格差是正なんかできてないんですよ。で、日本も、それを見た日本は、それ見たことかと、アメリカ流、アングロサクソン流のコーポレートガバナンス、株主重視っていうのはね、行き過ぎるんだと。だから日本は昔から、近江商人の教えじゃないけど、三方よしということでやってたわけですよね。つまりお客様にも、
取引先にもみんな喜んでもらって、みんなで利益を分け合っていくみたいな、こういう精神こそ素晴らしいんだみたいな話になって、いや、それは確かにそうなんですよ。すべてのステークホルダーを大切にするっていうのは、これは素晴らしいんだけど、ただ今まで日本はあまりにも株主軽視でやってきたじゃないかと。だからようやくコーポレートガバナンスコードなんかが入り、スチュアードシップコードが入り、ROE を高めて、みたいな株主還元を強化し、みたいな。そういう流れがようやくできたところに、やっぱり先祖返りで、いや、俺たちの経営は間違ってない、みたいな、変なね、思い込みや擦り込みを政治にさせちゃったりすると、これはもうまたせっかく根付いてきた日本のその株主を重視する風潮が退化しちゃうんじゃないかという、これ全部なんかそういうことが起こる気がしてならない。で、その首相の所信表明演説の散歩所の後に出てきたのは何かっていうと、非財務情報の開示の充実、いきなりその話なんですよ。いや、まあ、つながってないかって言ったらつながってるんですよ。つまり、すべてのステークホルダーだから、まあ、その、株主へのリポートだけじゃなくって、その、すべてのステークホルダーに配慮した、例えばそこに ESG みたいな概念も入れだっていいわけだから、まあ、ソサエティやソーシャルや、まあ、そういうような発想から、その ESG 情報の開示、今これちょうど気候変動情報っていうものから、ものの開示がですね、すごくこう、大きな話題になっています。TCFD っていうその、まあ、タスクフォースがありまして、クライメートの気候変動 の、 情報開示を進めようっていう、まあ、まさにタスクフォース団体なんですけども、まあ、これが本当にまさに今週新たな新指針を発表してまして、要は企業がこれもう開示、これね、この来年の4月からプライム市場っていうのができるじゃないですか。そのプライム の上場企業はそのタスクフォースの、TCFD の、 そのフレームワークにのっとった指標で、気候変動情報を開示しなきゃいけない、温室効果ガスとか、そのしかもサプライチェーン の、 その自分の自社がどれだけそういう、温室効果ガスを出すだけじゃなくて、そのサプライチェーン全体にわたってどうするとか、研究開発でそういったものをいかにこう削減していくかとか、そういうプランの計画とか、そういうのも全部出さなきゃいけない、ものすごい報告がね、これべらぼうに大変なんですよ。なので今度その後に続いて、さっきの所信表明演説ね、三方よし、非財務情報の開示の充実、四半期報告の見直しと、いきなりこんなところまで話が出てるんですよ。というのは今四半期決算になって、四半期ごとに企業決算発表してるわけですね。ところがこれ企業にとったらえらい負担で、もう財務部なんていうのはもう年がら年中決算発表の仕事しかしてないみたいな、まあすごい負担がかかってる。だからこれを見直そうじゃないかというんで、これは別に今に始まった議論じゃないし、アメリカでもトランプがこれ口にしたこともありましたけど、ヨーロッパはすでにこれは一部ではそのルールは還元されて、まあ企業の裁量に任せるっていうようなことになっている。つまり強制はしないというようなことになってはいるんですね。だからこの話をまたそんなところで唐突に見直したら、要は今まで四半期で出てきたものが出なくなるって、これだけでもディスクロージャーの後退なわけですね。まあ、こういうのも経済団体から多分こう、昔から関西の経済団体は強くこれ主張してたんで、まあ、そういうようなものを、ね、いくらこうみんなの声をよく聞くって言ったって、やっぱりこういうようなことまで所信表明演説言う話かなと思いましたけども、だからまあ今のこの政権がですね、どういう方向に向かっていくのか、まあ、これは本当にまだわからないんで、まあ、ぜひこの会議 の、 議論、注目したいなと、思います。次はですね、この中国の不動産債務問題ですけども、これもまあいろんな見方があります。いろんな見方がある中で、やはり僕が支持している見方は、
大ごとにはならないというか、いや、とんでもない債務の額ですよ。とんでもない債務の額なんだけども、それが大きな社会問題を引き起こすような形、あるいは唐突なデフォルトとか、要は突き放したような無秩序な形でのその破綻みたいなものは中国政府はしなくて、政府がもうすでに介入し、ソフトランディングさせ、債務を解体し、うまく落ち着く行くところに落ち着かせんだろうと。どっちにしろリーマンみたいにならないのは中国の国内問題なので、リーマンのようにそのグローバルにサブプライムローンが証券化されたものがばらまいて、誰がどんだけのリスクがあるかっていうお互い疑心暗鬼になっちゃうような、そういうような状況にないですから、あくまでも中国の不動産セクターの債務の問題で、しかももう相当程度見えてる部分なので、何とでもなるというのは、もう極論すると中国っていうのはそういう国だし、そういう経済なので、計画経済なので、なんとかしていくんだろうと。というのは、習近平国家主席は来年 その5年に一度の共産党大会あるわけですけど、これすっごい重要で、ここで永代国家主席っていうんですかね、終身国家主席の座に就こうと狙ってるわけです。冬にはまた冬季五輪もありますし、これからそういう重要な時期を控えて、もう中国が社会問題で混乱するっていうのは、これも絶対避けたいというところがありますから、不安視されてるけども、そんなに大きい問題にはならないというのが、僕の見方であります。あとアメリカの金利前、利上げ前倒し観測ってやつですが、テーパリングはね、もう11月開始で織り込んでるんで、これはいいとして、利上げがもっと早くなるんじゃないかっていうようなことが一部で言われてます。それが前回の FOMC で、ドットプロットの中央値が、2022年にも利上げを見込むということになったからだというんですが、これは本当にテクニカルな話で、これドットの数を見ると9対9なんですね。18人中の9人はまだ据え置きだって言ってるわけですよ。ただ中央値っていう意味では上がっちゃうわけだから、それで22年に利上げって言ってるだけなんですね。で、これこの時利上げ主張したメンバーのうち2人はもう辞めるってことになっていて、場合によってはクラリダ副議長も辞めるかもしれないので、今後このドットの形状って変わってきます。なので、特にこの雇用統計2回下振れたりしてますから、22年利上げ見通しっていうのはおそらくどっかでまた修正されてくるんだろうと思いますけどもね。で、その22年利上げっていうことの、その一番の背景はインフレが収まってこないっていうね、今すごいインフレ懸念ということ言われてますけども、ただこれ一応、エコノミストの予想では、今がピークで、今後はですね、落ち着いてくるっていうのが、グローバルインフレの見方なんですよね。で、その一つが、やっぱり、供給制約っていうところが、あって、これ今、全然雇用が戻ってきてないんですよね。2回続けて、雇用者数の伸びっていうのは鈍化してるわけですけれども、こういったところに、要は人手不足が全然解消されてないからだというようなことがあります。だからこういう、確かに供給制約が残る以上、なかなかインフレーションっていうのも落ち着かないとは思いますけれど、ただ昨日僕が書いた、ストラテジーレポートをもう一回皆さん見ていただきたいんですけど、ピークアウトしてるようにも見えるわけですね。一番厳しかったところはもうそのインフレの増加、インフレの上昇っていう意味で、物価の上昇、率っていう意味ではスローダウンしてきてますし、前年比でも見ても一旦の高いところのピークはつけたんじゃないかなという気がしますので、でその背景はおそらく供給制約が徐々に解除になってるんじゃないかと。で昨日のレポートでもね、書いた通り、うち犬が、犬がね、
いるんですけど、よく夜マンデーナイトライブなんかやるとね、ここへ来て一緒に参加したりするんですけども、まあ、その犬がですね、尿管結石になっちゃったんですよ。なのでっていうか、もう大変な手術だったんですけども、まあ、無事手術はね、うまく成功したのはいいんですが、その後ですね、やはり再びこう石ができにくいように、ちゃんとこうミネラルとかそういうのをコントロールした療養食っていうのがあるんですね。うちはロイヤルカナンっていうところのメーカーのものなんですけども、その療養食以外与えてはいけないというふうに言われてしまう。で、まあ、いやいや食べてたんですけども、ところがね、買えなくなっちゃったんですよね。欠品っていうことになっちゃって、でそれは結局今般いろんなところで物流が滞っている、そういうそのサプライチェーン の供給制約っていうことの理由で入ってこなくなっちゃったんですよ。外国で作ってるものなんですけれども、困ったなとか思ってですね、でもなんとかこういろいろなルートから入手してそれ食べてたんですけど、いつこれがもうなくなっちゃうか不安だったんですが、実は今週になってメール来まして、欠品解除になりましたと。ちゃんと品物が在庫が入ってきてますので、また注文してくださいみたいになって、で確かにリアル店舗で売ってるところに行くと、あるんですよね、そこの棚に。今まで欠品、長期欠品でご迷惑をおかけしますって書いたのが出てきてるんですよ。だからこれ多分ね、少しずつ動いてきてる証拠なんだろうと思うんですよね。まあこういうようなこともあって、まあおそらく供給制約のが緩くなって、ものが少しずつ動き出せば、今のインフレっていうのも収まってくるだろうと。まあ、そもそもこういったものっていうのはコロナによる一種のその異常値というか、コロナ禍が生んでいる特殊状況なので、もうそういうのってやっぱりさすがに長く続かないし、肝心のコロナも、まあ、一旦はね、今はまた収まる方向に向かってますから、インフレもそろそろ峠を越してくるだろうと思います。ただ問題は、じゃあ今度アメリカのこの雇用労働マーケット、こんだけ弱いのはなんでだろうということなんですね。でこれ実は2ヶ月連続で市場予想を下回るノンファンペイロールだったわけですけれども、これ、自発的失業っていうのが過去最高になってるんですよ。要は自分で仕事を辞めちゃう人がもう過去最高にいるっていうことなんですね。で、やっぱりその背景は、これだけやっぱりコロナとか続いてくると、その仕事に出たくない。完全にコロナが収まるまでは働きたくないっていう人がいっぱいいるんだと思うんですよ。まあ、あとはそのずっと長いこと働いてないと、もうそれで働く気が失せちゃうとかですね。やっぱいろんなその考え方の変化っていうのがあって、なかなか働く意欲が高まらない。それを象徴するのが、前回の出た、これ統計の中の労働参加率ですね。これ 61.6%。って前回よりも若干ながら下がっちゃったっていうのは、これすごい実は衝撃的で、っていうのは9月はそもそももっとその雇用が戻るだろうと見てたの、50万人ぐらいは戻るだろうと思ったら全然そんな増えなかったんですけども、でどうしてその雇用が増加するというふうにみんなが思ったかっていうと、例の失業給付の上乗せ分っていうのが9月で完全になくなっちゃうんですね。まあ、一部の州で、とか、まあ、半分ぐらいの州ではもう6月から打ち切られてたんですが、全米でもうとにかく一斉にその失業給付上乗せ分がなくなるのが9月からだと。そうすると、今までは、安い給料で働くよりは、失業給付上乗せ分もらいながら、失業手当もらってた方がいいから、仕事なんか、探そうと思わなかった人も、9月で切れちゃうんだから、さすがに9月には労働マーケットに戻るだろうと、そういうふうに思ってたわけです。ところが、全然戻ってこなかったっていうのがびっくりなんですよ。で、これ別に雇用者数が伸び、ノンファンペイロールってこれブレやすいんで、これ、一回言ってる話なんですけど、これが
ネガティブサプライズでもいいんですけど、これ2つあってね、ここはもう本当にアメリカの雇用統計らしいところで、その象徴的なことが2回続けて起きたなと思ってるのは、失業率は大幅に下がってるんですよ。どうしてこんなことが起きてるかっていうと、データの元が違うからなんですね。で、ノンファンペイロールっていうのは事業所の調査なんです。事業所の給料。だから、ADP に近いんですけども、ADP と同じような方式なんですが、この失業率っていうのは家計調査なんで、家計に聞き取るんです。あなた仕事やってますかとか、失業してますかとか。で、元の全然データは見てるものが違うし、自営業とか言いますからね、その家計の人は。自営でやってる人とかも、で、俺仕事ついてるよみたいな人もいるわけですね。とか、まあ、そういう違いがあったりとか、まあ、するんで、で、これ、家計調査の方の雇用者数が増えてるんですよ。やっぱり50万人ぐらい増えてるわけです。でも、失業は70万人ぐらい減ってるんですよ。それで一気に失業率が下がっちゃってるっていう、下がったっていう部分はあるんだけど、じゃあその差はどうなの？つまり、失業者が70万減って、雇用者が50万だったら、あとの20万はどうしちゃったんだろう？出てっちゃったんですね、労働マーケットから。この失業率の母体になる分母っていうのは、労働力人口って言って、16歳以上の職に就いてる人と職探しを今してる人なんです。で、それ以外のマーケット、つまりもう職探しもしてないっていう人は労働力人口の外に行ってカウントされない。まあこれ実は1億人ぐらいいるわけですけども、そっちへ出てっちゃった。さっきのこの自発的失業者が過去最高っていうのはそういうことなんですよ。だからこれ9月で失業保険、手当の上乗せが切れたらみんな労働マーケットに戻るだろうと思ったのが、戻るどころか出てっちゃったっていう、これはちょっと衝撃的で、だから今後アメリカのそのレーバーマーケット、そんな強い戻りをしないんじゃないかと思うんですね。だからとりあえずそれでもテーパリングはやるっていうなら やればいいんだけど、要はテーパリングイコール金融緩和の終焉ではないですから、金融緩和を縮小するだけなんで、そういう意味ではテーパリングは進めて来年の半ばには終えるかもしれないんだけど、そっからの利上げっていうのは相当多分僕はまだハードルが高いと思ってるんで、なのでこのアメリカの利上げ前倒しっていうのはですね、いろいろな意味でそんなに懸念にはならないと。もうずっと緩和的な状況、テーパリングが開始され、そして来年で終わったところでもこれだけのもう膨らみまくったアメリカのバランスシートはしばらく維持されていくというようなことだろうと思います。で、アメリカ株ちょっと調整してましたけど、ここへ来て、まあ、急激に戻ってきてます。レポートでも書きましたけども、やはり長期金利が、もう上昇も一服ということなんだと思いますね。それは今僕がずっと述べているような、インフレ制約も、供給制約の一番厳しいところも超えて、インフレ懸念も多分この先落ち着くだろうということとか、それからアメリカの労働市場が本質的にそんな弱くない、強くない、構造要因なんかもある。そう考えると、ドットプロットでテクニカル的に22年利上げみたいなことになってるけど、この見方も今後修正されていくだろうと。まあ、こういうもろもろのことを考えると、アメリカの長期金利も、まあ、一旦ここまで 1.6 まで来たけど、頭打ちだろうと。で、株の切り回りとのイールドスプレッド見てもですね、3% っていうところはちょっと危険ゾーンなんですが、これを上回るところでしっかりプレミアムが乗っているということもありますので、株の割高もないということで、この辺のところのリスクもそんなに心配する必要はないだろうと思います。ただ少し頭に入れておかなきゃいけないのは景気サイクルなんですね。これリーマンショック以降グローバル景気っていうのは大体3年半で1サイクル、3年から4年ぐらいですかね、の1サイクルっていうのをこうやってたわけです。で、これ一気にコロナが来て、本当だったら底入れかみたいなタイミングでコロナが来て一段と下に持ってかれちゃったんで、ちょっと景気サイクルがおかしくなり、かつ今回はコロナからの復活っていう特殊要因があるので、かなりその景気サイクルが見えづらくなっちゃってる部分とか、それから特殊要因の部分とか出てきちゃうと思うんですよ。ただこれまで通りの原則で言うと、まあ例えば40ヶ月のそのサイクル
いわゆる在庫サイクルだとか、ワクチンサイクルですけども、そういったものとかの、あとは設備投資循環とか、まあ、いろんなことの、そのサイクル、循環というものを考えると、ボトムは去年の46コロナのね、一番のピークだったところですが、そこが、ボトムをつけた、一気に下に振らされましたんで、そこが、ボトムになる。これも明確なんですよね。だ問題はそこから今、もう1年以上、回復が続いてるじゃないですか。そうすると、今もう、例えばこれ10月だとすると、10、12っていう一つのクォーターでいけば、去年の第2クォーター46がボトムで、そこから1年半の景気回復がもう来てるわけですね。そうすると今はもう多分、ピークは過ぎちゃってる可能性もあるわけです。そうすると、ここからはまた少し景気が下降に向かう。実際アメリカの ISM なんか見ても一番高いところっていうのはもう今年の前半つけちゃってるんで、景気鈍化になるかなと。それがまあ、要はインフレが今残ってて、景気が弱いので、スタグフレーションかみたいな議論があるわけですけども、いや、やっぱりそれっていうのは行き過ぎだよねっていうのは、この間 IMF のね、チーフエコノミストも言ってたことなんですが、まあそこまでにもならないだろうとは思います。ただ、ちょっとそういうその景気サイクル見えづらいんだけども、もしも昔のようなものが維持されていくとすると、そろそろ他はしばらくちょっと景気弱くなってくるかなっていう気がするんで、その分は注視した方がいいと思います。ただ、伸びが落ち着いたと言っても伸びないわけじゃないと。要は増益率は落ちるけど、増益は増益なんだということで、まあ、大手3社の見通し5から 11% 増益、来年度の話ですね。そうすると中間取って、まあ、8% ぐらいは伸びるんじゃないかと。で、あと足元はすごくいいですから、例えば、為替一つ取ったって、この間の日銀短観で出てる想定レート106円とか107円とかでしょ。それに対して今114円っていう水準だから、為替一つ取ったって、企業業績ぶれる可能性はあるんです。ただ、原油高と円安組み合わせちゃったらコスト増になるので、その分、利益がこう圧縮されるような製造業も出てくるでしょうから、結構バラバラにはなると思いますが、まあ、それでも、まあ、円安の追い風で企業業績全体としては、まあ、おそらく今回のその46の決算では、まあ、1割ぐらい増益になるんじゃないかなと思ってます。でそれが、まあ、今 PR 非常に14倍と低いんですけども、今後その衆院選通過でまた自民党というか政治の安定だとか、あるいは経済政策への期待とか、それからやっぱり何といってもコロナが収束し、第6波をうまくかわせるようなことが見えてきたりとかね、そうなると経済再開っていうすごい明るい未来が見えますので、まあ、PR15 倍になったって、これ過去の平均10ですから、いくと、まあ、僕は年末ぐらいで3万2000ぐらいはいくでしょうとは思ってます。で、来年の話ですけれども、まあ、先ほどの業績が 8% ぐらいは、まあ、増えます。増益率は鈍化するとしても増えるでしょう。そして来年はおそらく今年よりもこのコロナっていうものをうまくマネージできる。要はみんなワクチン接種、下手すると12月にも3回目打つみたいな話も出てるし、ワクチンの進展とか、まあ、コロナに対する対応もみんなだいぶ慣れてきていて、そろそろコロナ後が見えるような状況になれば、当然そのセンチメントも明るくなるだろう。若干の過去平均を上回るぐらいのバリエーションまで回復してもおかしくないだろうと思います。そうすると来年にはおそらく3万7000円近いところが見えてくるんじゃないかなとは、思っています。じゃあどんな銘柄がおすすめでしょうかっていうとですね、まあいっぱいあるんですけど、ソニーとかね、ソニーはねこれ全く別件ですけど、 ESGっていうものが今すごくこう注目を集めていて、そういったものの開示状況がすっごいいいんですよね。まあ、そういった意味で、ソニーであるとか、まあ、あとは、そうですね、リクルートですね。これも何といっても、この今 DX の中の、もう本当にね、
HR テクノロジー企業、ヒューマンリソーステクノロジー企業で、まあ、そういうその DX やメディアっていうそういう中のまあ本命ですし、何でしょうね、やっぱりさっきから言ってますけど、人手不足、人が取れなくなっちゃってるんで、特に海外でのこういう求人のね、広告なんかでも、さらに業績がどん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 良くなってしまいます。それから真ん中あたりにある、そのイビデン、それから芝浦メカトロニクス、新興電工、東京化工業、こういう電子部品、素材っていうのは僕はもう前から一押しで、日本が一番強い分野なんですね、ここは。で、この間、世界ファウンドリー大手の TSMC、台湾のね、あの新工場を熊本に作るって話がありましたが、もうずっと前から実はやっているんですよね。まあ、ずっと前でもないんだけど、つくばで、茨城県のつくばで、共同のですね、開発の、研究所を作って、やってるんですね。これ、経産省主導で、TSMC 来てもらってやってるんですけど、こういう企業とイビデンとかね、芝浦メカとか新興電工なんか JSR とかまあありますけどもやってるんです。でこの時に経産省の幹部が言ってたのは、もうそのイビデンがいなかったら TSMC 呼べなかったって言ってますね。これだけのそのパッケージの技術とか持ってる企業ってそうそうないんですよね。まああとはそのベイカレントとか、まあオービック、NRI というような、まあこれ DX 銘柄とか、その辺のところがまあずっと続いてますね。この辺の画面はそうでしょう。ただもう少し追加でですね、SMS と、それからその下にある eGuardian、これは実は去年の8月21日のレポートで推奨してますけど、まあその時から推奨してるんですけど、SMS って何やってるかっていうと、その医療関係のね、そういうようなその転職だとか、あるいはその介護だとかの人のこう、なんだろうな、サブスクの情報ツールとか、とにかくもう複合的なこと何でもやってるんですけど、医療看護とかそういうものをやっていて、もう何年連続かな、増収増益がずっと続いてるんですね。でこれ一つ、これ岸田政権の本命銘柄だろうと僕は思ったんですよ。というのは、岸田さんはまずその介護とか医療とか看護とか、そういう人たちのその賃金を上げていく政策でねって言ってる。そうするとやっぱりそういったところの働き手はすごくこう、まあ、ここから報われてきて、もう一回やっぱりそのマーケットっていうのは拡大していくと思うんですよね。なのでそこで、まあ、すごく圧倒的なシェアを持っているこういうその看護介護医療関係の人材絡みのビジネスである SMS はもう僕はやっぱり一押しです。それからちょっともう全然時間ないんですけど、あともう本当にこれここにあるのは全部おすすめですが、4490ビザスクってね、これはアメリカの同業のコールマンリサーチっていうのを112億円で買収すると発表したんですよ。で、当然エクイティファイナンスとかやるわけで、普通そうすると株が売られるんですけど、逆にものすごい買われたんですよね。で、すごいチャレンジなんですよ。チャレンジ精神に溢れてるんですよ。橋場英子さんって。まあ、日経ウーマンのウーマンオブザイヤー取った人ですけど、まあ、ちょっと東大ゴールドマン、MIT の MBA とかもキャリア見るとすごいんだけど、別にそういう、なんていうんですか、単に勉強ができる人じゃなくって、学生時代に学生結婚してるんですよね。で、シングルマザーで、離婚しちゃって、その後。すっごい波乱万丈の人生なんだけども、要はね、この人って、結局、学生結婚の時もそうなんだけど、やらないで後悔するよりは、やって、たとえ失敗したとしても、そっちのやった後悔の方を選ぶっつってね、チャレンジしてきてるんですよ。こういうのがね、本当にその、今の日本に必要な経営者だろうと思って、います。で、まさにこのアメリカのね、自分のところよりも何倍も大きいんですよ。会社を買収するって、まあ、まさに生涯大を飲むみたいなチャレンジなんだけど、海外に打って出るっていうね、こういうチャレンジ精神をマーケットが応援したってことですよ。普通そういうそのエクイティファイナンスで M&A なんていうと、マーケット売られちゃうんですけど、逆にすっごい買われたっていうね。で、やってるビジネスも、その、
ネットでね、コンサルタントを1時間単位でこうマッチングさせるっていう、まさにナレッジプラットフォーム、今15万人ぐらい登録している、まあ、すごいいいビジネスなんで、まあ、僕も、まあ、こういう企業をですね、応援していきたいなと思います。以上、なんか皆さんの銘柄選びのご参考にしていただければ幸いです。ありがとうございました。皆様こんにちは。マネックス証券マーケティング部の深見と申します。本日はマネックス証券が提供する企業分析ツールマネックス銘柄スカウターのご紹介をさせていただきます。短い間でございますがどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは本日お話ししたい点、こちら、今スライドにまとめております。まず銘柄スカウターとはどんなツールなのか、あと起動方法ですね、あと起動した後どんな機能があるのかで、機能の中でも、最近追加された、ざっくり銘柄を理解するのに役立つ3つの機能プラスアルファということで簡単なご紹介をさせていただきます。あとはですね、開発者によるマニュアル動画が提供されておりますので、そのご案内と銘柄スカウターを使った銘柄分析解説セミナー、こちら毎月やっているものなんですが、こちらのご紹介という、内容になっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまずマネックス銘柄スカウターというツールについてなんですが、これはですね、簡単に申しますと企業分析に必要な分析機能ですね、これを盛り込んだ高機能なツールでございます。マネックス証券ログイン後の画面でお使いいただけるんですけれども、ここでは決算発表日、あと決算結果の数値などが見られます。さらにバランスシートですとか、これは業績ですとか、いろいろなものが、まあ、ビジュアル化、つまりグラフとして簡単に、まあ、パッと一目で分かるようになっております。あとは同業他社の比較ですとか、四半期年次の業績多年度の表示というのが、可能になっております。あとでサンプルなどの画面も出てきます。はい、でこういった機能ですね、利用料は無料で、さらに米国株や中国株などにも対応しておりまして、そちら の, 銘あの海外の銘柄というのもご覧いただけるようになっております。はい、ということで早速ですね、じゃあどこから起動するのかというお話になるんですけれども、こちらですね、まず PC のこれ画面なんですけれども、何かこう銘柄を選んだ後の画面、まあ、皆さんもよくご覧になられているかと思うんですけれども、画面のですねチャートの右上に銘柄分析というリンクがございます。こちらクリックしていただきますと銘柄スカウターの PC 版の画面というのが起動いたします。はい、で続きまして今度スマートフォンなどの場合ですけれども、スマートフォンの場合まず、左からいきますと、マネックス証券アプリというスマートフォンアプリからの場合は銘柄を選んだ後、下の方にですね銘柄分析というリンクがございます。あとその、銘柄あとスマートフォン の, そのブラウザで見る場合というのもあると思うんですけども、これも同じですね、銘柄分析というリンクが銘柄選んだ後の下の方にございます。であともう一つ、マネックストレーダー株式アプリと申しまして、日本株の専用のスマートフォンアプリ、こちらの場合は銘柄選んだ後ですね、銘柄詳細、という画面のいろんな数値があるんですが、その中の詳細分析というリンクをクリックしていただきますと、こちらから、スマートフォン版の銘柄スカウターというのが起動されるようになっております。はい、でじゃあこういった起動した後の画面で何が見られるのかというのを、これをもう少しちょっと細かく書いたものになりますが、まあ、ここにずらっと書いてあります通り非常に多い、まあ、過去10年超の長期企業業績をグラフ表示スクリーニングができますと、さらに、企業が決算短信で発表しない3ヶ月ごとに区切った業績、だから、四半期ごとの比較というのは非常にしやすいというものですけど、これを数値とあとグラフと両方で表示します。であとさらに銘柄ごとのアナリスト評価などをまとめてますし、あと業績予想などが修正された場合の履歴、要は株価が過去動いた時に何で動いたのかってわからない時に、大体こう業績予想の発表とかが修正があったりするんですけれども、そういったものも、後で
比較ができたりするようになってますというようなことでございますが、まあ、これ全部紹介しているとなかなか時間が足りませんということになりますので、今回はですね、じっくり企業分析を行う前に直感的に企業の実力を把握するために、まあ、新たに追加しました3つの機能ですね、あとおすすめスクリーニングというのを最近また追加しておりますので、こちらのご紹介をさせていただければというふうに思っております。はい、では、まずその追加されたもの3つの役立つ3つの機能ですね、こちらとプラスアルファ何かというところなんですが、まず1つ目、長期の平均成長率、平均利益率を一覧表示、銘柄カルテで企業の特徴を簡単に把握で、予想 PR、 予想 PBR を直感的に分かりやすく表示という3つに加えて、10年スクリーニングに追加しましたおすすめスクリーニング条件のお話でございます。はい、ではまず、長期の平均成長率、平均利益率を一覧表示というものなんですけれども、こちら左側が、企業のそのグラフ、業績を表示しているものなんですけれども、こちらですね、こうアップダウンが結構激しくて、まあ、こう例えば長期で考えたときに、この銘柄は成長しているのかどうかというのが、ちょっとなかなか分かりづらいケースがあると思うんですよ。でですね、この右側の下にあるように、平均成長率と平均利益率というのを表で表示させるようにしました。なので、まあ10年スクリーニングだとこれもともとあったものなんですけれども、まあ、こちらをこう表で常に表示しておくことで、まあ、こういう上下動が激しい銘柄でも長期的にはまあどうなのかと、まあ、成長しているのかどうか、まあ、この、この企業でいうと一応成長はしていますというのが、まあこう表 の、 あの平均成長率を見てると分かるんですけれども、こういう傾向をですね、つかみ、どんな銘柄でも分かりやすくするようにということで追加をしているのが今回のポイントでございます。はい、で続きまして、銘柄カルテ、こちらで企業の特徴を簡単に把握できるようにしております。はい、これは銘柄選んだ後、個別銘柄の企業分析ページに追加したものでございまして、企業の成長性、アナリストの評価、いろいろですね、企業の特徴を捉えるための代表的な指標を選んで表示で、まあ、これ数字もそうなんですけれども、こう一言コメントみたいな形ですね、分かりやすくパッと、特徴がつかめるように、まあ、いろいろこう銘柄をいっぱいですねまとめてご覧になれる方のですね、まあ、こうまずはその最初の絞り込みとして、まあ、こうパッと特徴が分かりやすいようにということを表示しておりますので、まあ、ぜひこういろいろ銘柄を見る方には特に見ていただきたい項目でございます。はい、で3つ目のお話ですね、予想 PR、 予想 PBR を直感的に分かりやすく表示と、はい、こちらですね、予想 PR、 予想 PBR、まあ、非常に重要なんで皆さんよく見られると思いますので、グラフというのはもともと出してお出ししてたんですけれども、その予想 PR、 予想 PBR のグラフの上にですね、まず今の予想 PR というのがいくつなんだっていう話と、あとさらに、過去2年間と過去5年間のレンジの中でそれがどれぐらいの位置づけなのかっていうのも、まあ、パッと分かるように表示をしております。はい、でこれは表示の例で言いますと、過去2年間でいうと、まあ、ちょっと若干こう上の方なんですけれども、過去5年間でいうとまだまだ、まあPR としてはそんなに高い方じゃないというのがもうこう分かるようになっていると、はい、いうのが、一応分かるというのがこの特徴でございます。はい、でさらに、10年スクリーニングですけれども、これもともとあったおすすめスクリーニングというのは追加しあったんですけれども、8、9、10月とですね、ちょっといくつか追加、いろいろ追加をしておりますので、こちらも10年スクリーニングっていう銘柄スカウター起動した後、上のメニューにですね、10年スクリーニングというメニューがございます。こちらクリックしますと、すぐにこのおすすめスクリーニングの条件が最初に表示されてますので、まだ使ったことがないっていう方はですね、まずはこのおすすめスクリーニングというので、まあ、ちょっと気になるものを選んで、じゃあどんなものが出てくるのかっていうのを試してみていただくといいんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、こういったですね、いろいろ、まあ、機能をですね、まだ紹介しきれないものがいっぱいあるので、ぜひですね、銘柄スカウター起動した後、画面の右側の下の方にですね、マニュアル動画という項目がございます。こちらからリンクをクリックしていただいて、今のは PC のお話ですけれども、スマートフォンの方だと、画面の右上のこうメニューボタンというんですかね、こちらタップしていただくと、これにもマニュアル動画という、 こうメニューがございますので、こちらから説明などの動画っていうのを見ていただくといいかなというふうに思います。はい、でさらに、まあ、機能のご紹介もそうですけれども、まあ、どんな銘柄を銘柄スカウター使ってどんなふうに分析しているのかというのをですね、こう毎月1回、
送り人の投資家の大傍聴さん、あと、元ファンドマネージャーで、まあ、非常に豊富な投資経験をお持ちのビーコミさんこと坂本慎太郎様と、あと、銘柄スカウターの開発者の増島の3人でですね、銘柄スカウターを活用した日本株の銘柄選び術、こちらをこうセミナーでやっておりますので、こちらですね、まだ使ったことがないという方も、まあ、すでに使ってるよという方も一度ぜひ見ていただければなというふうに思います。オンデマンドも YouTube チャンネルで公開しておりますので、そちらもぜひご覧ください。はい、ということで以上になります。こういったものをですね、この情報を参考にしていただいて、ご自身の保有されている銘柄ですとか気になっている銘柄を、ぜひ、チェックしてみてください。はい、それでは本日のお話は以上となります。どうもご清聴ありがとうございました。